ヤントさんの書き込みですね、うん、守護霊とは、うん、守護霊同士話したり喧嘩したりするのですか。喧嘩はしてるのは見たことない。そうですか、うん、要するにあの私も疑問に思うのは、後ろにこういう方とこういう方がいるとかって言うじゃないですか、うんうんうん、そうするとその二人ってコミュニケーション取るのだろうかっていうのが、うん、取ってる場合もある。こうやって話してちょっとこうしましょうかしましょうか、うん、だって議論してるの見たことある。あ、そうですか。どうするかみたいな、うん、でもそれ本人決めることじゃないのとか思って見てたことがある。どうさせるかみたいな。そう、でもね、成り行きを見守るしかなかったよ。うん、うん、あれですか、でもあのそれもケースとして、うん、なんか2つこうやって後ろにこう2つ見えるけれども、うん、違う次元にいるみたいなパターンでっていうのもあるんですよね。どうなんですか。そうね、ホログラム的にね、うん、ね、なっててね、並んで見えるけど全然違う、ね、次元が違ってコミュニケーションなんか取れるとは思えないような状況と、うん、ちゃんと本当にその場に隣に同士にいるっていうケースとか、そうそう、昔あった番組の歌のベスト10とかでさ、遠くにいる人がそばに加わってるように映したりとか、ああいう感じだね。ああいう感じもあったりするんですね、うん、メンバーの一人だけがさ、なんか違う場所にいてとかいう時に、うん、なんかそういうことやってたじゃん、うん、あんな感じだね。